いや街で、あるいは劇場の跳ねた後で、フランスの人たちがどんどん、まあ、オーディエンスが喋っている、それを聞いているとどうしてこんなに喋れるんだろうかと私は思った。Mesdames et messieurs les artistes, musiciens, vos pupitres, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, tout le monde en place pour le Apple, s'il vous plaît. Merci. もし田中泯の作品を見終わった後で、今まで言ってるようなある自然の体と、もう一つ、まあ、しゃべる体、それは許容してもいいんだけれど、そういう体を持っているとそう簡単にはしゃべれない。例えばそれは、美しい景色、本当に美しい景色を見た時に呆然とすることと同じだろうと思う。呆然とすることによって、そこから私たちの中からもう一度新しい感性あるいは感覚が出てくるんではないだろうかと思う。だから泯の舞台を見た後でたくさん言葉が出てくるということは私にはあまりない。
なんだもうまた撮ってる。